におけるジャッザール・パシャ。1800年頃の印刷物、アッコのあるジャッザール・モスク・ジャッザール・パシャから1804年、または、アフマド・アル・ジャッザールは、オスマン帝国のアッコ及び、ガリラヤの支配者。1775年から死去までその地位にあり、アッコで死去した。ジャッザール・パシャは、当時オスマン帝国領だった、ボスニアのストラツで生まれ、もともとは、キリスト教徒であったが、 回収して、エジプトの有力マムルークであった、アリベイのマムルークとなった。1768年に、ロト戦争が起こると、主人であった、アリベイは、当時悪行を支配していたザーヒルーマルと同盟して、オスマン帝国への反乱を起こしたものの、失敗に終わり殺害された。ジャッザール・パジャはその後の混乱に乗じ、ザーヒルーマルの廃止によって、 空白となったシドン地区の支配権を1775年にオスマン帝国から得ると、アッコに本拠地を置いた。ジャッツール・パシャのジャッツールとは、屠殺人という意味で、その残虐さと強権支配のゆえにあだなされた。誰かが彼の気分を害した場合に備えて、ジャッツール・パシャの赴くところには、いつも移動式公主題が付き従ったという。 ジャッツアールパシャの長い世に知られているのは、主に1799年にナポレオンの包囲からアッコを守り抜いたことによる。エジプト占領後、ナポレオンの率いるフランス軍は、オスマン帝国支配下のシリアとパレスチナに侵攻した。フランス軍は、アリーシュとヤフファを占領し、また野戦ではことごとく、オスマン軍に勝利したが、アッコの防備はついに破ることができなかった。 フランス軍は伝染病によって弱体化され、また補給も得られなかった。ナポレオンとジャッザール・パッシャはそれぞれ、現在のレバノンの大半を支配していた、シハーブ家のバシールに援助を求めたが、バシールは中立を維持した。数ヶ月にわたる攻撃の後、ナポレオンは撤退を余儀なくされ、エジプトと東方世界を征服するというその試みは挫折した。ジャッザール・パッシャは、 ダマスカスのユダヤ人財政顧問、ハイ,イム・ファールヒーの助けを借りて、アッコにおいて大規模な建設計画に乗り出した。それには、都市城壁の防備の強化、近郊のかぶりから湧き水を導く水道の改装、大きなトルコ式浴場の建設などが含まれていた。ジャッツ・アール・パシャによって建設された歴史的建造物のうち最も重要なものは彼の名を冠したモスクである。 十字軍時代のキリスト教会の上に作られたジャッツールモスクはカエサリアやティルスの古代ローマ内しビザンチン帝国の遺跡から運ばれた円柱を利用して建てられた。モスクの中にはイスラム教の宗教学校が置かれ、後には宗教法廷としても使われた。ジャッツールパシャとその養子である後継者スレーマンパシャはモスクの中庭に葬られている。ありがとうございます。